どうも皆さんこんにちは、ブドウです。今日はね、品川に来ましたよ。今回はなんとですね、この私ブドウにピアノを弾きに来てくださいというね、依頼をピアノサロンの方からね、いただきました。今回ご招待いただいたピアノサロン、なんとですね11月にオープンしたばかりの新しいピアノサロンだそうでですね、しかも驚くべきことにピアノが白いんです。ブドウとパジャマチャンネルではですね、白いピアノ初登場になります。どんな雰囲気なんでしょうか。今からねワクワクしますね。さあ今回は練習編ということで、曲のテーマはズバリ若き日のショパンです。祖国ポーランドで革命が起こり、さまざまな心の葛藤をしていた頃のショパンです。弾かせていただく曲はスケルツォ1番とエチュード革命。若き日のショパンの心の葛藤が垣間見れるような伝説の作品ですね。今回はそんな2曲を皆様と一緒に練習していきたいと思います。そしてもう一つの見どころとしましては、ピアノの世界ではですね、よく1曲を完成させるためには3回の本番を踏まなければならないというんですね。それでですね、スケルツォ1番に関しましては1年前に一度本番で弾きました。それ以来ほとんど弾いておりません。対して革命のエチュードはもう小学校の頃から何回も何回も弾いておりました。練習は特にしておりませんが、スケルツォに比べて僕の体にもう染み付いているような曲なんですね。ですので1回の本番しか踏んでいないスケルツォと何回も本番を踏んでいる革命、一体どのぐらいのクオリティの差があるのか、ぜひ皆さんにその違いを楽しんで見ていただきたいなと思います。さあそれでは皆さん、早速新しくできたばかりの真っ白なピアノに会いに行きましょう。じゃあね。いい香りがする。あ、もうすぐいた。邪魔します。わあ、かわいい。あ、電気つけよう。あ、電気もね、茶色い電気だ。早速だけどこのピアノ見てみようか。いやー、わさに聞いてたけど白いねなんかね、光沢のある白さだね。白い。ちょっと開けてみようか。おお、譜面台も白い。はい。おお、かわいいな白いとなんかかわいいね。椅子も白いよ。全部白い。いいね。ワンルームのお部屋って感じだから、そこにキッチンもあったりね、普通にトイレもあったりして、なんか大学生時代思い出すね。僕さ、あのワンルームでこうやってピアノ1台ポーンと置いて、まあ、こんなおしゃれな部屋じゃなかったけど、こういうワンルームでさピアノ練習してたからさ、なんかすごい懐かしい感じがする。とりあえずちょっと弾いてみたいね。早速ね、白いピアノっていうのはなんだろう、この感じ。とりあえず弾いてみよう。
さあ今ね練習終わったんですけど、今日ねここは紹介してくださったオーナーの方がね、なんとサイン書いてくださいって言われて、まあサインってね都庁で弾いた時とかにね、ちょっとサインくださいとか言われて書いたことぐらいはあったんですけど、こういうガチなサインはちょっと初めてなんで、どうしようか。もうじゃあ今ここでサイン考えます。いや嬉しいことだね。さあじゃあちょっと書いていきましょうか。どうしようかな。もう今まさに今誕生しますからね、僕のサイン。ぜひ皆さんここに見に来てね、じゃないと僕のサインがかわいそうなんで。まあじゃあ今考えつきました。書きます。逆に良くない？シンプルで。じゃあこれでいきます。これでいきます。皆さんお疲れ様でした。ここはね品川プリンスホテルです。ピアノスタジオから車でねもうたったの5分ぐらいの場所にあったんでね、せっかくなんでね来ちゃいました。さあそしていつものごとくめちゃめちゃ疲れたんで、今日もご褒美タイム始めたいと思います。ちょっとホテルなんでね大きい声出せないですけど、お願いします。さあそれではね贅沢に行っちゃいます。ということでね、改めまして皆さんお疲れ様でした。いやー今日も楽しかったですね。今日はね、なんといっても初めてピアノサロンのオーナーの方から、ぶどうさんぜひ弾きに来てくださいっていう風にね依頼を受けて行かせていただきました。いやーなんかね今年の3月ぐらいから活動を開始していたわけですけど、もうやっと誰かに必要としてもらえるようなね存在にね慣れてきたのかなと思ってですね、いや非常に嬉しかったですね。でですね今回実際に行かせていただいて、11月にできたばかりの新しいサロンということだったんですけども、でもねなんかどこかアットホームな懐かしい雰囲気を持っているようなねサロンで、僕とっても好きでしたね、うん、なんかね青春を謳歌していた大学時代を思い出すかのようなね、なんか僕個人の意見ですけど懐かしい気持ちで今回はピアノを練習できましたね。でね何よりここのサロンオーナーさん自身がとってもピアノにね愛のある方で、もうそれが一番ね今後音楽サロンをやっていく上で一番大事なポイントなんじゃないかなって僕自身は勝手に思いますんで、そういう意味でもこの先ねこのサロンがどんどんねより素晴らしいサロンに進化していくんじゃないかなと僕自身ね思いました。たまに完全ビジネスでやっていらっしゃるオーナーさんのところに行くこともありますけども、やっぱりねそういうところはね、あこの方はあまり音楽には興味がないんだなっていうのがねなんか見えてしまったりもするんですね。でもやっぱり今回のこの場所はオーナーさんがすごい音楽が大好きな方なので、繰り返しになってしまいますけども、より一層このサロン進化していくんじゃないかなと思いました。でですね興味のある方はねぜひ概要欄にねホームページのリンクをね貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ホームページの方もねすごい分かりやすくなっていて、もう簡単にそのままねホームページから予約もできるので、ぜひ皆さんチェックして弾きに行ってくださいね。ということで今日はねここ品川プリンスホテルに泊まっていきますってね言いたいところなんですが、全然お金ないんで素直にこのコーヒーだけ飲んで帰ります。ということでね皆さん今日も見てくださってありがとうございました。またね次回のブドウとパジャマを見てください。バイバイ。